おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。なかなか道歩かないな。今日は23日と水曜日でしたっけ。そうだね。はい、行くよ行くよ。今日は7時15分ぐらいまで寝ちゃいました。でのんびりしてたら、あ、今日9時にみんちゃんカット連れていかなきゃいけないんだということに気がつきまして、慌てて出てきました。なんと起きてから20分かからずにお散歩の準備ができました。朝ごはんです。今日はトーストです。この辺のものをつけて食べます。で、昨日の夜の飲み残しのコーヒー、ではいただきます。8時27分急がないとミミちゃん連れていかないといけないんでね。なんと大きい荷物が届きました。これは N 番の窓のところのね、なんて言ったらいい、サンバイザーって言ったらいいんでしょうかね。雨が入ってこなくするやつでございます。出してみるとこんな感じですね。軽自動車でもやっぱでかいですね。はい、両面テープでつけるようになってます。これが脱脂剤ですね。油分を取るやつです。じゃあまずミミちゃんを三鷹さんに連れてってきます。ちゃんカットです。危ないよ。もうね、分かってるんだね。上乗ってきちゃいました。よし、はい、三鷹さん来たよ。じゃあ行きましょう。分かったね。はい、はい、行くよ行くよ。じゃあ抱っこ、はい、これ外していかないと。はいはい、よし、行こう。よいしょ。じゃあ、はい、行ってきました。一度帰って、ちょっと準備して、コストコ行こうと思います。燃料入れてまいりました。ゼロにしたよね。ちょっとね、ここのところタイヤの空気圧見てなかったら随分入りましたね。なんか乗り心地も少し柔らかくなったような気がします。もっとしょっちゅう見ないといけないね。はい、帰ってこれ貼ろうかな。雨降ってきちゃったから今日はやめよう。では後ほどです。はい、コストコでお買い物してまいりました。買ってきたものは別動画作りますので、こちらからご覧いただければと思います。またこれ終わって、この動画終わってからでも見てくださいね。はい、それとあと三鷹さんからお電話ありまして、ミミちゃんカット終わったそうなのでピックアップして帰ろうと思います。なんか今日雨降るって言った割にはいい天気になってますね。半袖で気持ちいいぐらいの温度です。それでは後ほどです。よいしょ。よいしょ。はい、はい、綺麗になりました。よいしょ。みーちゃん、じゃあ帰ろう。蒸し上がりましたので多分できてると思います。開けてみましょう。おお、肉まん2つと野菜たちです。あっあちゃ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 あち、はい、ではいただきたいと思います。
すごい美味しそう。お散歩です。なんかね、雨が降ったみたいですね。もう今日寝ちゃってて気がつきませんでしたが、さっきめっちゃくちゃ暗い時ありましたしね。今は闇間のようなんで、その間にお散歩来てます。せっかく綺麗になったのにね、濡れちゃったらまたくるんくるんになっちゃうしね。綺麗なところをペットショップのお姉さんに見せに行ってあげようと思います。ハロウィン飾りもしてるしね。降ってきちゃいましたね。なんかもう今日は最初の予報だと6時ぐらいで止むってことだったんですけど、さっき見たら今日10時過ぎぐらいまで雨みたいになっちゃいました。今日は降られるね。まあしょうがないね、いろいろありますから、いい時も悪い時も。よしよし、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。雨降ってきたんで早々に帰ってきちゃいました。お昼に肉まん2つ食べて、野菜、レンコンが効いてんのかな、レンコン結構いっぱい食べたもんだからお腹パンパンなんですよ。ね、お腹苦しいです。ゆみちゃん手がそっちまで回んないや、はい、今日はどこだっけ、そうだ、江戸川ステーションなんでちょっと早めに出ていく感じですかね。5時ぐらいには出ていかないといけないなと思っております。さっき大和のお兄さんお会いしまして、置いてきたってこと言ってらっしゃいました。はい、あやたか。飲み物に関してはね、アマゾンもヤマトを使うことが多いので、ヤマトのお兄さんが持ってきてくれます。はい、では疲れた、お腹苦しい、はい、ただいま、はい、どうぞ、挟まるよみちゃん、はい、ただいま。選挙の資料が送られてきました。ここは千葉県第4区になります。衆議院比例代表選出と、あと最高裁判所裁判官国民審査候補と。うちはね、新聞取ってないもんですからね、選挙管理委員会から送られてきます。うん、まあ新聞取ってる人から見れば無駄な出費になるんじゃないかなと思われますね。いろんなお金がかかるんだよね、選挙っていうのは。と今5時3分、17時3分です。今日は18時から22時までという江戸川ステーションのブロックを撮りました。ナビ見たら35分かかるってことでね、結構混んでます。で、雨も降り始めてきまして、今ちょっとやんだかな、さっき結構降ってた。今日は雨の配達になると思われますが、転ばないように気をつけてね、やりたいと思います。では後ほど余裕があったら出たいと思います。今までスムーズに行けたことがあんまりないもんで、道迷わないように気をつけたいと思います。なんかいまいち場所が把握できてないんですよね。では行ってまいります。赤いです。積んでまいりました。市川の愛の川かけまま
東大島、東大島浦安なんでしたっけ、そこからずっと下下がって新浦安の方までですね。はい、無事に帰ってまいりました。お疲れ様でございます。今日の荷物は不在で戻ってきたやつですね。それの再配達で34個でしたけど、33個行く前にキャンセルになってまして、はい、置いてってもよかったんですけど見つけられなかったので、はい、そのまま持ってっちゃいました。どうせね、不在なんで、不在回りなんでね、もう全部配達できないだろうと思って持ってっちゃいました。はい、で結構順調で、まあ、電話してつながって置いといてくださいっていうのも何個かあって、で3箇所ですね、渡せなかったのが。で8時ちょいに終わったもんですから、1周目終わったもんですから、不在回りしまして、あう3件のうち2件それで落ちました。で1件に関してはお電話通じたんですが、いるはずですと言われまして、でさっき連絡したら家にいるって言ってたと言ってたんで、というんですが、まあそちらの家庭のことはこちらに言われてもということで、じゃあ持って帰りますということで持って帰りました。はい、今頃なんかいさかいが起きてないといいんですけれども、明日のニュースとかに出ないといいんですけれども、はい、というわけでございました。明日は確か8時だったと思います。ゆっくりですね。明日は非常ベルのお部屋のね、非常ベルのが検査があるっていうことらしいので、午前中かな、うちにいないとならないですけれども、まあ、みみちゃんの散歩から帰ってくる分には大丈夫でしょう。はい、ではお疲れ様でございました。明日もぜひご覧いただけると嬉しいです。ちょっとでも気に入ったなってとこがありましたら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。ではおやすみなさい。ありがとうございます。お疲れ様でした。お水飲んでます。はい、Thank you.